はい、皆さんこんばんは、ブルーです。今回はマリオカーツアーパート139、本日からロサンゼルスカップが始まりましたということで、今回はマリオカップをやっていこうと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。よかったらね、チャンネル登録または高評価の方もよろしくお願いします。まず最初は、ロサンゼルスコースと3、おっと、ここはどう、今回はね、このフィーバーのキャラクターを持ってないので、まずはこのよし死なべたマリオです。すいません。とマシンの、こちらのレベル、2の490を持ってます。おっと、専用のグライダーも持っていないということで、今回はとにかくポイント高いやつを選びます。さあ、ロサンゼルスコースと3です。さあ、どんなレースなんでしょうか。まもなくスタートです。今回のコースはどうも名物コースを走るコースだそうです。3、2、1、ゴー。さあ、まずはスタートして左の給油を回って、ちょっと右に行ってで、ちょっとここはスリップ使ってハルコインを使って、で、ちょっとここで、あ、コースが、あれ、うん、コースですね。になるか、こうやってね、走ったら戻るかな。そしてここで一旦止まって、こうしないように注意。そしてここで、ここおお。それでは第2戦行ってみよう。第2戦はチョコマウンテン。もちろんここはピーチ。そしてマシンはこのマシンです。で、グライダーは、お、レベルアップ。さあ、どっち、巨大な方がキノコダッシュか。今回は、ちょっと巨大な方いきます。さあ、第2戦は、2064、チョコマウンテン。さあ、どんなレースになるでしょうか。まもなくスタートです。ここが標準のコースです。3、2、1、ゴー。さあ、スタートでちょっと右が切ります。で、ここで S 字になって、左に切って、また右に切る。そして、この間に、この、ここに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 、
取って、ドリフトしてカウントを防ぐ。またコインを取る気バイゲート。やばい、コールが取ってます。さあ、ここまでのエールスラムを切って、ブロックしながら、ナイスブロック、ストップ。ここはエンスにしっかりように気を入れて、ここはブロックしながら、そして、それでは第3戦いってみよう。第3戦はマリオサーキット 3RX。 ここはピーチで、マシンは、レベル5のマシンこちらでいって、これでいきます。さあ、SFC、さあ、スーパーファミコンのマリオサーキット 3RX、ちょっとミラルコースになったんですが、さあ、どんなレースにしましょう。まずスタートです。3、2、1、ゴー。まずスタート、そして、取って、左コーナー、そして、ここ。あと、ワンワンに急に、そして、ここで、ワンワンできて、ここで、いきなり、ここ、スタート、ダッシュ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 、あー、しまった取れなかった。いきなり、うん、で、そして、3段、4段飛び、よっと、そして加速、そして、加速、あっ、加速、あれ、すまない、そして、エンチキのクリーカーで加速、そして、1、2、3、そして、これ、バンチボット、そして、あさったー、ブーンだった。すまない、あさった。1、2、3、バンバンで、フッ。それではラストのレース行ってみよう。ラストはくぐってリング。さあ、こっちのこんな感じ。さあ、リングをくぐる。3、2、1、ゴー。というか、リングをくぐると。このようにね、ちょっと触れても大丈夫です。これね、触れても大丈夫です。そして、ここは、たぶんグレーダメを意識して、大丈夫です。どんどん。こちらは3段。そして、ここをとこちゃんをどっかくなって、
はい、最後までね、ご視聴していただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、または高評価の方もよろしくお願いします。また次回のマヨカーツツアーでお会いしましょう。さようなら。